セバスティアーノ・ベニエル、ティントレッドが、セバスティアーノ・ベニエルは、ベネツィアの元首、ベニエロという表記もされる。81歳という高齢で元首に選出された。若い頃は弁護士として働いていた。1565年のベネツィアとオーストリア・ハプスブルク家との国境紛争での会議では、主席代表。1570年のトルコの構成が予想される、コルフ島に、 死生官として赴任中、現地のベネチツィアの船乗りから、メッセール・バスティアンのあだ名で呼ばれる。1571年レパントの海戦では、ベネツィア軍海軍総司令官に任命される。大変怒りっぽい人物であったとされる。メーチェ・チーリア・ベニエル・バッフをイスラム教に改修させ、1536年にオスマン帝国のスルタンに売り渡した。彼女が調和を受ければ、スルタンを、 ベネツヤ寄りに操縦できるのが目的であったという。ヌールバヌと解明した彼女は、セリム二世の側室の一人となり、村と三世を生んだ。1578年、ドゥカーレ宮殿が火災で、著しい被害を受け、心痛から心臓発作で亡くなった。ありがとうございます。